Hey, what's up? 今回は瞬時に質問をするコツを学びましょう質問することが会話の大事な一部なんですけどなんか質問したいなと思っても何て言うんだろうって考えてるうちに会話が進んでしまって聞きそびれることってよくありますよねそうならないためには質問を瞬時に考える必要があります質問は2種類あります Yes, no で答えられる質問と Yes, no で答えられない質問です。Yes, no で答えられる質問は What where から始まらなくてそして語尾が上がります。例えば Do you want to have lunch? と言います。Yes, no で答えられない質問は What where から始まってそして語尾が下がるんです。What do you want to do? と言います。 Yes、No で答えられる質問は A+B プラスや3ステップにいっぱい入ってますのでここでは Yes、No で答えられない質問にフォーカスしましょう例えば「Do you want to」はしたいですかって意味もあるし「一緒にしようか?」という表現としても使います何しようかって言いたいときに「何」と「する」の間に「Do you want to」を置くだけなんですね 考える時間はいらないのですぐ質問できます会話に置いていかれることはなくなりますね何食べようかって言いたい時は What と Eat の間に Do you want to を置くだけなんですね What do you want to eat と言いますどこ行こうかって言いたい時はどこ行くの間に Do you want to を置くだけなんですねどこ行こうか Where do you want to go と言います そして何時に待ち合わせしようかって言いたい時は何時と会うの間に Do you want to? を置くだけなんですね何時に待ち合わせしようか What time do you want to meet? なんですね間に塊がない What eat? とか Where go? はひどいレベルの Broken English なんですけどその間に一つの塊をポンと置くだけで とっても上手な英語になります。ネイティブ級の英語になります。この間の部分をネイティブも塊として意識してます。例えば、インターネーションを聞くとよくわかります。What do you want to do? って誰も喋ってなくて What do you want to do?Where do you want to go? と1、2、3のように意識してます。ネイティブと同じ感覚になりましょう。 で、その間に置く塊をいろいろ使い分けるだけです。例えば、what と do の間に、今度は別の塊を置いてみましょう。do you want me to というのは、私にしてほしいですか、私がしましょうか、私がすればいいですかという意味の英語です。例えば、what do you want me to do? 私が何をしましょう どうしてほしいという意味ですね。他にも、What do you want me to say? なんて言ってほしいのとか、Where do you want me to put it? これをどこに置いたらいいですかという意味ですね。そして、何時に電話すればいいですかは、What time do you want me to call? と言います。What time と call だけ考えればいいんですね。 そして大切なのはこの英語のテンプレートに沿って考えることなんですね。日本語の表現に沿って考えるのはダメなんですね。塊の左側には what where などそして右側には動詞の原型を置くそういうふうに考えるとすごく楽になります。例えばお支払い方法はどうしますかって聞きたい時に方法だからメソッドかなとかそういうふうに考えるんじゃなくて How do you to want pay? と言います。どうやって払いたいですかという直訳ですがお支払い方法はどうしますかはこうやって聞くんですね他にも予算はどれくらいですかって聞きたい時は How much do you want to spend? どれくらい使いたいですかという意味なんですけど予算をこういうふうに聞くんですねこのテンプレートに沿ってやると 案外簡単にいろんんなことが言えるんですその左と右はだいたい簡単なものなんですねその間の塊を使い分けるという感覚なんですね例えば人の職業を聞くときは「What do you do?」と言います「Job」とか「Work」とかそういった単語がないのにこれで「職業」が聞けるというのは「Do you?」が普段のことを聞く質問だからなんですね 普段何してますす。かという意味なんです同じようにどこに住んでるかも Where do you live? と言います何で Do you かというと住まいが毎日変わらなくて普段のことなんですねだから Do you なんですね会社はどこって聞きたい時は Where do you work? 疑問詞と動詞をつけて普段どこで働いてますかこうやって聞きますね そして、いつも何時に仕事終わりますかは、What time do you finish work? ですね。これで全部 Do you を使っているので、普段のことを聞いているんですね。過去のことを聞きたいときは、全く同じ感じなんですけど、間に別の塊を置くだけなんですね。Did you? で、過去のことが聞けます。例えば、昨日は何してたの ?What did you do? とか。 前はどこに住んでたの ?Where did you live? とか何時に仕事が終わったの ?What time did you finish work? とかですね普段だから Do you 過去だから Did you と間の塊を使い分けるだけなんですそして未来のことを聞きたければ間に Are you going to? を入れますこれを短縮してあいがなととっても早く言います例えば 明日何するの ?What are you gonna do tomorrow? と言います。そしてどこに住むつもり ?Where are you gonna live? ですね。仕事は何時に終わりそう ?What time are you gonna finish work? と言います。ここで住むつもりだから intention かなとか何時に終わりそうだから seems to かなとかそういうふうに 日本語をヒントにせずに日本語を直訳せずに未来だからこうしますとだけ考えるのが英語的な考え方です会話はどんどん進んでしまいますよね聞きたいことがあっても考える時間はないです会話に置いていかれないためには質問を瞬時に考える必要がありますそして質問を瞬時に考えられるようになるためには これぐらいシンプルに意識することが大事なんですね。アプリでは QA に入って Q を選択します。両端はセットで一緒に動きます。その間にいろんな塊を置き換えていろんな質問をどんどん作っていきます。例えば、What do you do?What do you eat? Where do you go shopping? そして間の塊も置き換えてみて Where did you go shopping?Where are you going to go shopping?Where do you want to go shopping?Where should I go shopping? など右上にある青いボタンをタップすると日本語訳が確認できます。 自分でで発信してていくこともとってももっ大事です。組み合わせた質問をネイティブが読んでくれるので間の部分を1つの塊として意識しながらリピーティングをするようにしましょうアプリでいろいろ組み合わせる練習を重ねて質問を瞬時にする感覚を身につけましょうそれでは See you next time!